西川助信、絵本無者尾行より、足利忠義の屋敷に現れたとされる老いの化け物。不送信、つくも、神とは、日本に伝わる、長い年月を経た道具などに神や精霊などが宿った、ものである。人をたぶらかすとされた。また、伊勢物語の古注釈書である、伊勢物語章では、怨霊記にある説として100年生きた氷などが変化した、ものを、つくも神としている。 現代では九十九神と表記されることもある。つくも神という言葉、並びに、不相神という漢字表記は、室町時代のおとぎ創始系の絵巻物、不相神絵巻に見られるものである。それによると、道具は百年という年月を経ると精霊を得て、これに変化することができるという。つくもとは、百年に一年足らぬと、道絵巻の言葉書きにあることから、九十九のことで、 あるとされ、伊勢物語の和歌に見られる老女の白髪を表した言葉、つくも紙を受けて、長い時間を示していると解釈されている。不送信絵巻に記された物語は次のようなもので、ある。器物は百年経つと精霊を宿しつけ送信となるため、人々は、すす払いと称して、毎年立春前に小道具を路地に捨てていた。廃棄された器物たちが腹を立てて、 節分の夜に妖怪となり、一気を起こすが、人間や語法同時に懲らしめられ、最終的には仏教に消えをする。物語の中で語られている、100年で妖怪になる、などの表現は、厳密に数字として受け止める必要はなく、人間も草木、動物、道具でさえも古くなるにつれて、冷静を獲得し、自ら変化する能力を獲得するに至るということを示しているのであろうと、 解釈できる。つくも神という存在を直接文中に記している文献資料は、不送信絵巻を除くと、伊勢物語の古注釈書に、つくも神の和歌の関連事項としてそのごくの解釈が惹かれる以外には確認されておらず、その要例は詳細には伝来していない。根尺物語集などの説話集には、器物の性を扱った話が見られたり、同じく絵巻物である。 化け物造子では、調子などが化けた話、かかしが化けた話などが描かれているが、つくも神といった表現は見られない。江戸時代の草造子などにもほとんど、不相心という表現は使われていない。小松和彦は、器物が化けた妖怪の総称としての、つくも神は、中世に最もルフしたものであり、近世には衰退した観念であった。幕末になり浮世への題材として、 器物の妖怪は再浮上したものの、それはつくも神の背景にあった信仰とは切り離された表現だったと考察している。不創心が描かれている不創心絵巻では物語の冒頭に怨霊雑記に言う。器物百年を経て化して精霊を得てより人の心をたぶらかす。これを不創心とゴースと言えりとあり。 道具が変化することを不送信としているに引用されている音量器という書物の実在は確認されていない。本文中、それらの姿は男女老少の姿、血ミヤの層、狐狼やオの形などをとっていると文章には表現され、海外に描かれている。また、変化した後の姿は、妖物などと表記されている。 不送信絵巻よりも先行していると見られる。絵巻物にも、道具がモチーフとなっている妖怪を絵画で確認することはでき、土蛛造紙には、五徳が頭についているものや、出来根に蛇の体と人の腕が2本くっついたものや、角だらいに歯がえそのまま顔になっているものなどが描かれている。また、角だらいがモチーフとなったとおぼしい顔は、有数念仏演技や、 不動り液縁技絵巻に描かれている液心にほぼ同様の形のものが描かれている。ただし、いずれも道具だけではなく、動物や鬼の形をしたものと混成している。これは、不送心絵巻や百鬼夜行絵巻などにも見られる特徴である。室町時代の百鬼夜行絵巻、道具の妖怪であることから一般に不送心であると考えられている。 室町時代の作例であるとされるとされる現存品も確認されている百鬼夜行絵巻は道具の妖怪と見られるものが多く描かれている。現在ではこれら道具の妖怪たちは不送心を描いたものであると考えられてもいる。また、もともと百鬼夜行絵巻に描かれている行列の様子は不送心絵巻に見られる妖物たちの祭礼行列の箇所を描いたものではないかとも考察されている。 道具を人格のある存在として扱っている作品には、他に、ちょうど歌合わせという道具たちが歌合わせを行うという、形式を取ったものも室町時代以前に存在しており、送信絵巻などで道具が変化する対象として、扱われていることと近い発想であるとも考えられる。ブラウザゲーム、刀剣乱舞に登場する刀剣男子たちは、刀剣に宿る付け送信が人の姿を得て権限した。 と設定されている。ありがとうございます。